きました。新潟。新潟。せんべい王国行くんですか。うん。今からせんべい王国に入国しますよ。パスポート。パスポート持ってくるの忘れた。来ました。新潟。4つのエリアに分かれています。高木お稲荷様です。よし、きっといいことがある。はい、キッチン。キッチン。やや受けです。やや受け。焼き餅とお餅は焼きすぎ注意です。わかりました、気をつけます。かわいいね。うん、バカウケの裏もあ、キャラクターが。じゃあちょっと結びましょうかね。卵のね、卵アレルギーが治ってほしいね。あー、そうですね。もっとの隣に寄り添って、僕も君の卵アレルギーが治るよう願ってるよ。王国限定のバカウケです。飲食コーナーもありますよ。コメさん、これがバカウケコロッケ。うん、美味しそう。青のりみたいな。うん、なんかいろんな味がする。青のりかな。米粉を入れてもっちり食感にしてやる。隠し味にタバスコがちょっと、ちょっとピリッとします。うん、おいしい。商品開発魂を感じる。よー、バカウケ王国来たらぜひ食べてほしい、ね。うん、米粉カレーパン。米粉カレー、米粉だからなんかシンプルっていうか、うん、うん、サクッとしてる。そう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 。お、サクッて音がした。モーニングコーヒーです。あ、そうそう、コーヒーもすごいフルーティー、うん、甘い、個性を感じる音ができる美味しいコーヒーです。ちゃんとしたこだわってるコーヒー、ね、さすが食のプロですね。では工場見学スタートですよ。貸し切りです。実際の工場を見学できるのはこの部分だけなのですが、メインはおせんべい焼き体験になります。うわ、熱々ですね。はい、ありがとうございます。それでは早速おせんべい焼いていきます。はい、どんどん持ちましたら開いていただいて、おせんべいをしっかり挟んで網の上に置きます。はい、網の上に置きましたらここから忙しくなります。おせんべい休むことなくですね、ひっくり返していきます。ひっくり返していくと柔らかくなって、その後プクプクと膨れてきます。それまでだいたい5分くらいひっくり返し続けてください。はい、ありがとうございます。今でだいたいですね、おせんべいは300度で焼いております。その後、お絵かきが終わりましたら100度上がって400度になりますので頑張ってくださいね。お絵かきもだいたい5分程度で描いていただきますので、今からちょっと何描こうかなって考えながら何も考えてなかった。やばい、何描こう。このための似顔絵を描きます。コロナに負けるなって描いてお絵かきはこちらの細い方の筆でお醤油をつけて描いていくんですけど、見えるか見えないかくらいの薄さで描いていただいても、焼いていくとですね、このくらいまで濃く出てきますので、はい、薄く描くようにお願いいたします。はい、ではおせんべい硬くなりましたのでお絵かきに入っていきますね。それではおせんべいさらに焼いていくんですけど、こ
ちらのおせんべいすぐに温めてしまうと温度差がパキッと割れてしまいますので、少し上のところで温めていきます。トングでしっかり掴んでいただいたら肩の高さで持ってください。この状態でキープしますので、重かったり厚かったりしたらお盆の上で経験してください。こちらは網の上に置きます。網の上に置きましたら、今度は3秒に1回のペースでひっくり返します。くるんとひっくり返してください。ひっくり返しましたら1、2、3、崩れてひっくり返します。1、2、3でひっくり返します。このペースでお願いいたします。アイさん頑張ってます。温まりましたので、ゆっくり網の上に置きます。味付けはこちら絵の描いていない方の裏面からのようにお願いいたします。すると必ずおせんべいの外側から内側に向かってお醤油をゆっくり塗ってあげてください。おせんべいの真ん中は今一番温度が高い状態なので、冷たいお醤油いきなり塗ってしまうと温度差でパキッと割れてしまう可能性があります。なので外側からでお願いします。お醤油は両面に塗ってあげてください。色がだいぶね、あ、いい香りがします。ねえ、香るね。で、外側にょぼい絵でしょ。にょぼい絵ですね、うん、初めてのにょぼ旅グッズですね食べるのが惜しいね。ねえパン検査場を通過したところの待合室なんですけど、最後の売店にですね、美味しい、嬉しいグルメがありました。これタレカツ丼ね、310円かな。うん、新潟県米塩おにぎり、なんと120円ぐらいで安いよね。安いよ。うん、
新潟グルメ最後の砦です。最後の追い込みかけれますね、ここで。はい、嬉しい。おにぎりが何してんの、真っ二つに分かれ分解してしまいました。浮きよ、湾検査場もご通過いただき10分前までに搭乗口でお越しください。衛星がもうめちゃくちゃ出てます。停止出発での理解とご協力を to the gate 10 minutes advance the departure time。 Thank you。 やっぱりお米がね、おいしい。一粒一粒ね、感じますよ ね、 粒が大きいしね。ほんと米うまい。新潟おいしい。海鮮、カニ、もう一生分食べましたね、っていう感じがします。新潟の砦のお湯が出ます。びっくりした。すごい嬉しかった。これからこちらこそ呼ぶ旅をよろしくお願いいたします。それでは日本海からチャンネル登録よろしくお願いします。 We'll take a cup of kindness yet for all